どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきます。こちらの講座では、九州沖縄ブロックの2020年度、問い91から問い100までの過去問について解説していきます。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。それでは、早速始めていきましょう。引き続き第3章の内容になります。問い91番からです。止痛薬及び止痛のろ薬に用いる成分に関する以下の記述の正誤について正しい組み合わせを下から一つ選びなさいということで、こちら答えは3番が正解となります。まず、あなんですけど、フェノールはということで、このあたりは大丈夫でしょうかね。それから、E、噛みつれば、抗炎症、抗菌などの作用を期待して、内服の止痛のろ薬に用いられるよ、とあるんですけど、ここは違うんですけど、どこかというと、内服ではなく、外用であれば正解となります。噛みつれば、これ、内服じゃなくて、外用で使っていくんだな、というところをしっかりと記憶をしておきましょう。こんなね、小さいところで引っ掛けてきますから、皆さんね、気をつけておいてくださいね。それから、今度は、ウです。リドチーム塩酸塩は、歯肉孔での細菌の繁殖を抑えることを目的として、内服の歯槽膿漏薬に用いられるよとあるんですが、この記述に関してはですね、細菌の繁殖を抑えるのは、殺菌消毒薬の記述になっちゃいますから、リドチーム塩酸塩は、こちらにも書いてありますように、抗炎症成分の、抗炎症作用というのがありますから、なので、誤りとなります。ということで、このあたりは大丈夫でしょうかね。そして、絵は正解なので、答えは3番となりました。では次行きましょう。問い92番です。口内炎及び口内炎用薬に関する以下の記述のうち、誤ってるものを一つ選びなさいということで、誤ってるのはこれも3番が誤っております。1番、2番正解です。シコンはというところで、3番ですね。紫化の紫の葉を起源とする生薬で、患部からの細菌感染を防止することを、期待して、口内炎用薬に用いられるよとあるんですけど、シコン、紫色の根っこって書くんですよ。そう。シコンはですね、紫色の根っこって書くので、なので、こちら葉っぱではなく根を使っていきます。ということで、こちらですね、シコンは、葉っぱではなく根なんだなというところを間違えないようにしておきましょう。ということで、こちら問い92番は誤っているのは3番となりました。では次行きましょう。問い93番です。禁煙補助剤に関する以下の記述の正誤について正しい組み合わせを下から一つ選びなさい。ということで、こちら答えは1番が正解となります。あ、E、U、A 全部正解ですね。どうですかね。まあ、このあたりはですね、特に使用を避ける必要がある人たちはどういった人ですかということで、禁煙補助剤、ニコチンを、体に入れていきますから、ニコチンとかはですね、やはり影響が大きいので、なので、そういった影響が及ぼすような方、まあ、妊婦さんもそうですし、あとは、うつ病の方、うつ病の方とかはですね、禁煙補助で、禁煙とかをしていきますと、その症状とかがより悪化してしまう可能性がありますから、だから、使用を避ける必要がありますよというところになりますので、このあたりも、しっかりと、手引きだったりとか、参考書問題集確認できるようにしておきましょう。はい。では次行きましょう。問い94番です。需要競争保険薬に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせを下から一つ選びなさい。ということで、こちら答えは3番が正解となります。なんか3番多いですね。はい、では行きましょう。まず、アなんですが、数種類の生薬をアルコールで抽出した薬用酒は、出産直後で出血を伴っている人の需要競争に用いられるよとあるんですけど、確かに、出産直後っていうのは、こう、ね、免疫力低下して体弱ってますから、なので、こう、栄養とかあるようなものをですね、入れてあげるといいので、薬用酒いいんじゃないかなと思っちゃうんですけど、ただ、出血を伴っている人というところで、誤りになります。何かというと、まあ、出産直後で出血を伴っている人、なかなかこう、血が止まりにくくなってしまいます。またこう、血が止まりにくくなってしまうと困るので、なので、こういったアルコールで抽出した薬用酒っていうのは、血行を促進する。血行を促進するので、なので、出産直後、とかの方にはですね、これ使用を避けなければなりませんから、なのでですね、こちら、あは誤りとなります。はい。ということで、あとは E、U、A は大丈夫でしょうかね。このあたりはですね、こう、ビタミンのことについて、こう、詳しく聞かれてくるというところではないんですけど、こう、細かくね、手引きのところをいろいろ聞かれてきておりますので、一度、読み進めるようにしてあげてください。ということで、こちら答えは3番が正解でした。では次行きましょう。問い95番です。
需要競争保険薬に配合される成分と目的とする作用の関係について正しいものの組み合わせを下から一つ選びなさいということで、こちら答えは2番が正解となります。まずアワーいいですかね、タウリンというところでこのあたりは大丈夫ですかね。それから E なんですけど、アスパラギン酸ナトリウムなんですけど、こちら肝臓の働きを助けて、肝血流を促進するそんな働きがあるのはこれグルクロノラクトンの記述になっちゃいます。なので、E は違いますね。で、じゃあ、アスパラギン酸ナトリウムってどんな働きがあるのかというと、アスパラギン酸ナトリウムはこちら、乳酸の分解を促す働きがあります。なので、ここですね、気をつけていただきたいんですけど、で、今回この肝臓の働きを助けて、肝血流を促進する働きがあるのは、グルクロノラクトンなんですよ。ということは、こちら、E と A、A の記述、いいですか？ A の記述も、グルクロノラクトンは乳酸の分解を促すって書いてありますから、なので、こちら、主語というか、このアスパラギン酸ナトリウムとグルクロノラクトンの、記述が逆になっているというような問題になっていますので、そんなところに注目していただくと良いかと思います。ということで、こう、しっかりと分かってないとですね、そうかもしれないって思ってしまうので、そんな引っ掛け問題いろいろ出てきますから、しっかりとですね、このあたり確認できるようにしておきましょう。なので、ぜひぜひ栄養ドリンクとかそういった、需要競争保険薬ドラッグストアとかに行った時にですね、ラベルの後ろとかに成分書いてありますから、そういったもの、あ、この商品にアスパラギン酸ナトリウム入ってるなーとかっていうような形で、こうイメージしながら抑えていただくこともいいのかなと思います。ということで、まずはこのあたりですね、E と A のところが誤りとなりましたので、正解は2番のあとうとなりました。ということで、次行きましょう。問い96番です。漢方処方製剤に関する以下の記述について、正しいものの組み合わせを下から一つ選びなさい。ということで、こちら答えは2番が正解となります。あーは正解、イなんですけど、現代中国で利用されている中医学に基づく、薬剤は中薬と呼ばれて、漢方薬と同じであるよとあるんですけど、こちら漢方薬とは分けて考えておりますので、なので、途中こう江戸時代のところから少しずつこう中医学と、日本の漢方がこう変わってきているところがあるので、なので、そこは分けて考えていますよというところになります。同じではありませんということで、いわ誤りです。まあ大元は同じなんですけど、だんだん分かれてきているのでということで、そういった意味では分けて考えていきましょうというところですね。では次行きましょう。今度はうです。漢方処方製剤は患者の症に合ったものが選択されてされれば効果が期待できるが、合わないものが選択されたとしても副作用を招きにくいとされている。そんなことないですよ。この症がちゃんと合っていないのであれば、それ余計なものを使っているということになるので、これ副作用とか出てくることがありますので、なのでここ、招きにくいとされているというわけではございません。生じてしまいますので、うは誤りとなります。それからえは正解なので、答えは2番が正解となりました。では次行きましょう。今度は問い97番です。漢方処方製剤に関する以下の記述について、カッコ内いびき軸の正しい組み合わせを下から一つ選びなさいということで、こちら答えは2番が正解となります。なんか2番と3番多いですねはい、では、そのところではですね、あと、いと、うのところ、まずはここ、防風通症さんですね、これ肥満症の方に使っていくものでしたよね。特に、1行目の真ん中あたり、腹部に皮下脂肪が多くとかって出てきたら、そして肥満症とかって出てきたらですね、これもう防風通症さん選んでいただければと思います。で、あとはその他の大細胞糖や防御扇糖、こういったものもですね、肥満症に適用があるものなに、になってきますので、なので、そういった意味ではですね、このあたり十分に気をつけていただきたいなとは思います。それで、特にですね、それ以外のところでは、ですね、意図のところ、こう、小児だったり、高齢者どうだったのかなというところ、小児に対する適用はありませんというところ、それから、肝臓、魔王、それから大王というのを含んできますので、なので、格好を含んでるかもしれないとかって思っちゃうかもしれないんですけど、そこではなく、特に、登録販売者のところで押さえとかなくちゃいけないのは、肝臓、それから、魔王、それから大王だったと思います。そういったところですね、もう一度確認しておいていただきたいなと思いますので、こちら答えは2番が正解となりました。では次行きましょう。問い98番です。
消毒薬に用いられる成分に関する以下の記述のうち、誤っているものを一つ選びなさいということで、誤っているのは1番が誤っております。じゃあ、どこかというと、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエテル、長いですね。もう一回いきますね。ポリ、オキシエチレンアルキルフェニルエーテルというところで区切っていきましょう。は、酸性の、洗剤、それから洗浄剤と反応して、有毒な塩素ガスが発生するためとかっていうことが書いてあるんですけど、このようなところではですね、こう、有毒な塩素ガスが生じてくるようなものは、まあ、塩素系のものだったりとかになってくるんですけど、なので今回このポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテルに関しては、これはですね、塩素は含んでおりませんので、なので、こう有毒な塩素ガスが発生するというものではございませんから、1番が誤っている内容となります。はい、ということで、他の2番、3番、4番は、正解となりますので、誤っているのが1番となりました。では次行きましょう。問い99番です。皮膚剤及び殺虫剤に関する以下の記述の成分について、正しい組み合わせを下から1つ選びなさいということで、こちら答えは4番が正解となります。まず、アなんですけど、メトプレンは、有機塩素系の殺虫成分であり、ボウフラの防除の目的で用いられる用途あるんですけど、確かに有機塩素系のものはボウフラとかに使っていくんですけど、メトプレンというのは、こちらにも書いてみました。幼虫がサナギになるのを妨げる作用があるのがメトプレンなんですね。これちょっと見逃しにがちになりやすいものなので、ぜひぜひですね、こう、幼虫がサナギになるのを妨げる。要はずーっと子供のままってことなんですよ。いや、いいですよね。いや、よくないかな。ずーっと子供のままの、ものになるのが、このメトプレンというものになりますので、そういった意味ではですね、サナギになるのを妨げていく、そういった働きがあるんだな、というところで押さえておきましょう。ということで、こちらですね、あは誤りとなります。それから、E は正解。それから、う、ピレスロイド系の、殺虫成分のうち、ペルメトリン、そうですね、ピレスロイド系は、唯一人体に直接適用される、殺虫成分ですよ、とあるんですけど、違いますね。何が違うかというと、後半です。唯一人体に直接適用される殺虫成分に関しては、こちら、唯一、用いられるものに関しては、フェノトリンになります。そうなんですよ。フェノトリンもピレスロイド系でして、これ唯一人体に直接適用することができるので、例えばですね、こう、シラミとかできちゃったりとか、そういった時に使うことができますから、なので、このあたりですね、うは誤りとなります。それから A、殺虫剤使用にあたっては、殺虫作用に対する抵抗性が生じるのを避けるため、同じ殺虫成分を長期間使用することが望ましい。これダメです。同じものを、ずっと使っていくと、耐性がこれ、やはり出てきて、抵抗性、耐性とかができてしまったりするので、なので別の成分に、変えていただく必要がありますので、なのでいろんな殺虫成分というのがありますから、ということで、エヴァ、誤りとなります。ということで、答えは4番が正解でした。では次行きましょう。100番です。一般用医薬品、ごめんなさい。一般用検査薬に関する以下の記述のうち、誤っているものを一つ選びなさいということで、誤っているのは4番となります。で、4番なんですが、一般的な、妊娠検査薬についてはですね、月経予定日直後での、検査が推奨されている。直後というところが誤りです。何かというと、妊娠検査薬、まず検査としてはですね、月経予定日、いいですか？月経予定日が過ぎて、おおむね1週目以降の検査が、推奨されています。そして、あとややこしくするのは、検出感度というところなんですよ。検出感度っていうのは、ね、妊娠が成立してから、4週目前後のところを検出感度としてますから、このあたり、検査なのか、検出感度なのかによって、1週目、4週目というところを、使う表現が違ってきますので、このあたりよく間違えるところなので、しっかりともう一度確認しておいていただきたいなと思います。ということで、今回は、そこというよりもですね、月経予定日、直後なんか違うような気がすると、思い出していただければと思いますので、そんなところを引っ掛けてくる問題となりました。
ということで、ここまでいかがだったでしょうか。第3章ですね。結構こう、ややこしく引っ掛けてくるところもやっぱりありますので、ぜひぜひですね、皆さん、間違えたところはですね、もう一度しっかりと復習できるようにしておきましょう。ということで、皆さん、頑張ってくださいね。はい。ということで、ここまで動画いいなと思っていただけた方はですね、LINE などに登録していただきますと、質問などお受けしておりますので、ぜひぜひご利用いただければと思います。ということで、本日も動画を見ていただきまして、誠にありがとうございました。皆さん、頑張りましょう。